はいどうも、はい、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はね、スーパー作戦でございます。で、ごめんなさい、醤油をね、このパックに入れたわけですよ、パックに。そしたら、ジャジャってこっち全部の、こっち押し寄せてきたもんだから、それじゃちょっとびちゃびちゃになっちゃうぞと。で、しかもこの醤油の量は、この醤油は後々出てくるこのアジフライやらちくわ天やら、今日はもうオールスターズと言ってもいいでしょう。お茶いただきます。うん、おいしい。このつけるために取っておいてる、置かなきゃいけないやつですから、それはね、全部ここで一気にこの米たちに吸わせるわけにはいかないわけです。そこでこっちティッシュを挟んで、わかります？ティッシュ挟んでこう斜めにして来ないように防いでおります。いただきますいただきます。まずこれアナゴです。アナゴさんです。さあ来い。うん、おいしい。久しぶりじゃないの、久しぶりじゃないですか、スーパーの海苔巻きは。そして今日は運が良かったな、いたね、ほら、いましたよ、でっかいアジフライさんが。うん、ありがとうございます。うん、あっぱ味ぐらい欲しい。うん、きくて嬉しい。美味しくて嬉しい。大きいだけじゃなくてちゃんと美味しいんですから、これですよ。うん、こいいね、フライっていい。もちろん味そのままでも美味しいです。刺身とかたたき、うん、なめろ、そういうのも美味しいよ。まあフライやっぱ美味しいな、ね。どっちから行こうかな、こっち行こうか。ネギトロです。うん、うん、やっぱこれだな、やっぱこれだわ。今日揃ってたな。うん、うん、最高。ここまでもう魚ですよ、魚ばっかりです。
もう魚が大好き木島くんですから、魚ばっかりです。長い長い、近づけたからだよね。こうやってやればすぐ分かる。でもほら長い、あれです、サンマフライ、サンマフライ、うんうんうん、久しぶりだよねサンマフライね。フライっていいな、フライっていいな、サンマ刺身焼き塩焼きね、干し干物美味しいですよ。フライいいね、うなぎとろ欲しいやん。いなりも買おうかなと思ったんですよ、いなりも。でもさすがにやりすぎかなと。ここまでも魚魚魚魚ですよ。そしてさらに白身魚のフライです。ありがとうございます。あ、これもこれもいいね、いいだけ。あ、ほんとしよう、これが一番揚げたてなのかもしれないですね。いなりも買おうと思ったって話しましたよね、今さっきしましたよ、ね、でもさすがにやりすぎだなっつってやめたんですよ。これが醤油が一番ついたんだな、こっちが。これサーモンのやつ、サーモンのやつです。これサンマ、味、ちくわ、白身、巻き巻き巻き、豪華だよね、これ全部だよね、全部海、全部海です。海の幸木島です。
なんか部族の人みたいな頭につけて、何でもです。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。スーパー参戦最後だね。また明日。はい、どうも。はい、おまけの動画です。8月の15日から21日までブランベールナスさん、ナスに行ってた時のあの動画、おまけでちょっとつけてありますんで、どうぞご覧ください。ご覧ください。いろんなところ行ってみようかなと思うんですけども、本日はなんとロンドンタクシーさんにやってきていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごいですね。どうも、足元いうこと気がつけて。こんなことありますよ。右からとか左からとかね。そうそうそう。中身見てくださいよ。すごいな。すごいですね。あれですか、見た目より中の方が広くて。広いですね。全然めちゃめちゃ綺麗。すごく到着しました。そう、降りる時まで開けていただくなんて最高ですね。早く隠れましょう。隠れましょう。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。あー、楽しかった。雨でも十分楽しめましたね。よし、次の目的地へ向けて出発です。よし、ちょっと待って、急いでオーターがですね。この道のりも快適でした。ありがとうございます。次は大田原市で有名なラーメン古源さんにやってまいりました。
お疲れ様でした。また足元お気をつけてください。はい、今日は本当にありがとうございました。本当に長い間ありがとうございました。ありがとうございました。ね、乗り心地もすごい快適なんですけど、乗ってる間中、いろんなナスの情報とか、ここのこれが美味しいよとか、いろいろ教えていただきました。本当に親切丁寧な対応、本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。ご利用お待ちしております。ありがとうございました。